しゃくしゃしてやった。後悔している RTA 始まるよ。早速ですが、アップルパイをオーブンに入れてスイッチを入れたらスタートです。タイマーをセットして、はい、用意スタート。では早速この RTA について説明させていただきます。お分かりいただけただろうか。この RTA はアップルパイが焼き上がるまでの時間を競うものです。走るにあたり、このまま RTA ウィキ、スピードランドットコム、RTA リアルボタンアタックの山小屋等を確認しましたが、なぜか先駆者様がいらっしゃらなかったため、レギュレーションは私が決めたいと思います。タイマースタートはオーブンのスイッチを入れた瞬間、タイマーストップは焼き上がった瞬間とさせていただきます。またレギュレーションの統一のために余熱割り、タイマー設定は30分とさせていただきました。早速画面に動きがあるようです。洗い物をしていた投稿者がカメラにアップルパイが映っていないことに気づいたようです。別の三脚に交換するようです。見てるのはつまらないですよね。画面に変化が欲しいですよね。そんなみーなーさまのために、アップルパイの作り方を説明します。使用する材料はこちら。まずはリンゴ2個の皮を姉貴に剥くのが遅いとやじを入れられながら剥きます。皮を剥き終わったらリンゴをある程度細かく切りました。そのリンゴを炒めながらレモンを絞り、砂糖とシナモンを加えたものがこちらになります。リンゴを冷ましている間にパイ生地の準備です。前回の反省を生かしてクッキングシートを下に敷いています。この投稿者、冷凍庫に眠っていたパイ生地が2枚しかなかったため、1枚で下地を作ろうとしています。バターを塗っていけるか。なんとか塗ったようです。おとなしくパイ生地買いに行けよ。確かに。あとはもう1枚のパイ生地を伸ばして切り込みを入れます。あとは冷ましておいたリンゴを敷き詰めてパイ生地を敷いたら RTA を走る準備ができました。これで冒頭に戻るわけです。さて、そんなこんなでもうすぐ焼き上がりです。
長時間のご視聴ありがとうございました。